どうも、カンナです。どうも、カイトです。はい、久しぶりだね、俺がこうやって、なんかね、車もね、久しぶりなんですけど、今日の企画はですね、はい、カンナの企画です。持ち込み企画だよね。持ち込み企画、そう、楽しみな企画だったんですよ、珍しいから。今日はね、あるところに買い物に行きます。それは、なんでかというと国語科いや国語科ってやばいやん。国語科、お前の喋り方は国語科、はい、まあそんなことでもどうでもいいんですけど、はい、まあさ、お兄ちゃん去年いろいろあったわけじゃん。あ、私、まあいろいろありましたよね。まあまあまあ、そうですね、プライベートなことで、ね、プライベートな話なんですけど、はい、まあまあ、いろんな、そうですね、最近ほんとあの子供たちが出てこないと思うんですけど、まあいろいろありましたね。まあそうですね、正直結構でね、正直ね、マジで本当もうかんな、この世からいなくなっちゃうんじゃないかと思ってたわけよ当時は。うん、あ、結構そうだね、本当に落ち込んだし、みんなが悲しかったし、家族、まあでもそういう、そういうもう人生なんでね、なっちゃったことは仕方ない、まあね、確かに。あとを見てて、まああれ、前を向かなきゃいけなかったじゃん、ね、どうしてもね。そうだね。なんで、でも本当そのタイミングでめっちゃコラボが続いたじゃん、カンナたち。そう、このカンナチャンネルね。お兄ちゃんマジでメンタル崩壊しながらさ、コラボはさ、ちゃんとやってくれてたじゃん。そうだね、いろいろありましたね。そうなんですよ。確かに。なんかだからそういう、ちょっと YouTube、カンナのわがままもいつも聞いてもらってるし、そういう YouTube のこの編集も全部やってもらってるし、うん、今日はね、その感謝を、お、何？何？カンナのお兄ちゃんに買い物。お、だから今日はそうなん、そう、お兄ちゃんへの買い物で、そういう感謝も含めて。なるほど。あとはいろいろ、ほんと生きててよかったねっていう、だからそういう企画ね、はい、楽しみにちょっと、なんだ、まあ運転させているんですけれども、はい、いやいや、カンナの買い物に付き合わされんのかと思って来てるから。今日はね、違うのよ。なんだ、だからちょっと楽しみに、ちなみにカンナもめちゃめちゃ欲しかったやつ。マジ、うん、マジ、なんだ、じゃあなんだ、楽しみにね、お店まで向かっていただいて。いやいや、じゃあ俺にくれるの？そういうこと。うわ、めっちゃいい企画だね、今日。そうだよ。なんだよ。そうなんです。なんだよ、めっちゃいい企画やん。なのでちょっと皆さんもお楽しみに。では、じゃあ向かいまーす。はい、到着しました。じゃん、こちらです。このお店さ、あれ、あれだよね、その T シャツね、そうだよね。そうなんです、アントニーさんにね、洋服をコーディネートしてもらったお店なんですけど、今日はここでね、ちょっとあるものを、洋服ですか、洋服ですか。実は洋服ではありません。もっとなんか衝撃的な、衝撃的だよね、だってなんとなくもうこう入った時にびっくりしたんだけど、ね、衝撃的なものはね、まさかとは思うけど、ちょっと写していいですか。はい、どうぞ。あれ、あんな形で置いてあることある？あれ、いい感じ。いや、衝撃は受けたよ、あれで。分かんないから変わらないんで、今日はあれ、お兄ちゃんのものなんで。え、マジでこれな？じゃあちょっと見てみて。待って待って、マジでこれなの？じゃん、すごくないこれ。そういうことです。え、本当にそういうこと？そういうことなのよ、今日はこれをちょっとね、これなの、買いに来ました。これね、前回さ、ここのお店にその撮影で来させてもらった時に、あったじゃん、置いてあったじゃん、お店の前に、で、うわっってなったじゃん。それをなんか用意できましたって言ってもらえて、本当にいろいろ動いてくれたみたいで。え、これだ、今回これを買おうと思います。めちゃくちゃやばくない？ちょっとやって、またいでみて、乗らないで、またぐだけ。やばくない？マジ？やばい、これ ね、カンナも欲しいんだよ。やったね、これはさすがに。やばいっしょ。やばいよ。え、これは何？なんかドッキリ。全然カンナがそんなことあるわけない。マジで、本当にこれはもう感謝の気持ちです、カンナの。マジ？うん。だからもう乗ってください、これ。汗かいてきた、すごい。買うので、今日。マジで？うん。じゃあ買ってくるんだよ、カンナ。お店だから、うん、あんまりさすがに大きな声出せないけど、うん、これ家とかだったら暴れ回ってるんだよね。だからちょっとじゃあ買うんで。マジで買ってくれるの？うん。それなんだかんだ言って俺にお会計させるとかじゃなくて、もうマジで買ってくれるの？今日は違います。
自腹で買いますかんな。じゃあ見せて、ちゃんとお会計するところ。オッケー、ちゃんとお金持ってきたね。本当だ。ちゃんとお金持ってきたんで。素晴らしい。本当に買ってくれんだ。うん、買いたいと思います。ありがとうございます。なんだかすごい。買ってくるから。マジじゃん。やばいね。やばい、やばいですね。お会計終わったんですけど。ありがとうございます。本当に買ってくれるんだね。いいよ、開けていいだし。開ける、開いてるけど、これ全部取っていいだし。ここで、うん、ちょっとちょっと取っちゃおうよ。やろうよ。取ってよ、じゃあ。やろうよ。じゃあ一個ずつ行こう。じゃあカンナそっちやって。せーの。わー、オープンです。かっこいい。うん、雑なんだよ。うん、雑。うん、雑なんだよ、お前。うん、ありえないぐらい雑なんだよ、お前。そうだね。うん、大事にして、俺のかっこいい自転車大事にして。うん、うん、うん。あ、はい。なんだ、クラゲみたい。なんだ、これは。やば。じゃじゃん。じゃじゃん。開封しました。これです。じゃん。バカかっこいいね、これ。やばいね。ちょっとまたいでみちゃう。カンナまたいでみて、ちなみに。カンナいいの？うん。これやばいね。いいよ。これさ、これが。誰でもいっちゃうよ。これが何、モーターになるのかな、じゃあ。そうじゃない。電池。すごいね。電動自転車があるんでしょうか。電動自転車なんかおしゃれ。すっげーおしゃれだし、そもそも。ちょ、俺も、俺、後でさ、ひどいとこで乗ろうよ。乗る、うん、ちょっと俺もまたがらせて、ちなみに。いいよ。じゃあ、カンナからもプレゼント。どうぞ。やめな。すっごいやめて。すっげー、いいわ。ちょっと乗ってみなきゃでも分かんないから。確かにね。ちょっと後で乗ってみよう。確かに動かしてみてなんぼよね。うん、間違いなく。なんか落としちゃった。じゃあちょっとカンナ T シャツ買うんで。え？じゃあ一回カメラ。待て待て待て、なんつった今。ちょっと T シャツ買うんで、一旦本気で選びたいんで。え、俺のなんかそのありがとうみたいなシーン終わりもう。うん。終わり？あのもう来たからには買いたい。まあね、あ、すいません、確かに、ちょっと真剣に選ぶんで。いや、 T シャツは見たいけども。すいません、これやってください。いやいや、雑雑雑雑なんだよな、こいつ。どうでしょうか。乗ってみていい？いいよ。お店でいろいろ、実は T シャツも買ったんだよね。うん、買っちゃった、しっかりと。だけどちょっとお店ではしゃげなかったから。じゃあちょっと乗ってみて。初めて行くよ。伝わるかな。行ってきます。どうぞ。くそ早い、くそ早い、くそ早いのよ。では皆さん、カンナも乗りますけどね、あれ。ちょっと、あー、いたいたいた。バカ早いよ。早すぎてね、何も映ってないから。バカ早い。何も映ってない。ちょっとさ、家の方戻って、ちょっと時間、あの、広いところで乗りたくない、ね、人がいないところで。うん、そんな感じで、お兄ちゃん、本当いつもありがとね。いやいや、マジこちらこそありがとうございます。はい、じゃあ帰りましょう。帰りましょう、はい、いや、いい企画でした。はい、では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 、早く帰って遊ぼうぜ、これで。遊ぼう。はい、乗れるとこまでやってきました。もうこのさ、汗とか見えるかな。楽しすぎて撮影忘れちゃったね、うん、ちょっととりあえず普通に楽しんでたよね。乗っちゃって。ゃいいですか。どうぞ。はい、いいですよ。楽しそうですね。いいんじゃない。マジ早いな。伝わんのかな。電動自転車、なんかもう自転車じゃないよね、これ。やばい。しかも楽しいよね。これね、なんか楽
しい、本当に。じゃあこれ使ってください。マジでやばいね、ありがとう、うん、もう俺これでどこまでも打ち合わせとか行くから。うん、もう行っちゃって、どこに、うん、どこまででも行っちゃって、どこまでも打ち合わせとかこれで行く、かっこいいし。その代わりまたよろしくお願いします。頑張りましょう、 YouTube 頑張りましょう。じゃあほのぼのと、ほのぼのと、うん、カンナらしく、そんな感じで。ではお疲れ様でした。入ります。はい、じゃねー。じゃねー。